今回は夏野菜を使った酢豚の作り方を紹介します。夏野菜は油との相性が良く、酢豚には最適な野菜です。しっかりと食べ応えのある豚肉と色鮮やかな夏野菜がまろやかな甘酸っぱいタレに絡まり、暑い夏でも食欲を増進してくれます。それでは作っていきましょう。材料は豚もも肉ブロック 200g、 ピーマン1個、インゲン3本、ナス1本、玉ねぎ1/4、ミニトマト4個です。材料をカットします。ナスはヘタを取り乱切りにします。インゲンは端を切り落とし4等分にカットします。ピーマンは半分にカットしてヘタと種を取り三角切りします。玉ねぎもピーマンと同じぐらいに切り、ミニトマトと一緒に用意しておきます。豚肉はもも肉のブロックを使います。赤身肉で高タンパク低脂肪であっさりとした味わいで程よい弾力で食べ応えがあり、夏野菜の酢豚に最適です。繊維を斜めに切り込みを入れ、少し厚みのある薄切りにカットしていきます。だいたいこのくらいの厚みがベストです。切るのが大変でしたら切り落とし肉を使っても OK です。しかし食べ応えを出すならブロック肉をカットして使うのがおすすめです。豚肉に下味をつけ片栗粉をまぶします。醤油を大さじに入れます。しっかりと肉に含ませるように揉み込みます。豚肉に醤油が染み込んだら水溶き片栗粉を大さじに入れます。また豚肉に含ませるように揉み込みます。片栗粉を大さじ3くらい全体にまぶしていきます。このくらいに肉のベトつき感がなくなるまで粉をまぶせば OK です。甘酢だれを作ります。砂糖を大さじ6入れます。お酢を大さじ6入れます。醤油を大さじ4入れます。水を大さじ10入れ、塩を少量入れます。油を170度くらいに温め、豚肉を揚げていきます。表面についている片栗粉を手で軽く押さえてから一つずつ油に入れていきます。肉を入れたらそこにつくかつかないかのところで軽く浮いているくらいがベストな温度です。肉はすぐに浮き上がってくるなら油の温度は高すぎるので冷えた油を入れ温度を下げます。また逆に肉がそこに落ちていたら油の温度は低いので火力をアップして調整してください。
肉を全部入れたら表面が固まるまで箸などで触らずそのまま放置します。ここで触ると表面の片栗粉が剥がれやすくなるので注意しましょう。1分くらいしてきたらお玉などを使って油の中をかき混ぜ揚げムラができないように混ぜ合わせます。一度軽く油から引き上げ表面の空気に触れさせるとカリッとなります。また油に戻しもう少しこんがりするまで揚げていきます。このくらいにカリッときつね色になったら野菜と一緒にもう少し揚げ完全に火を通します。まずはナスから揚げていきます。ナスを入れたら10秒かけます。10秒したらトマト以外の野菜を全部入れ5秒かけます。5秒したらトマトを入れ5秒数え油から全部引き上げます。鍋の油をしっかりと切り、甘酢ダレを入れ温めます。タレが温まってきたら、水溶き片栗粉大さじ1を入れます。もう大さじ1入れ、よくかき混ぜます。とろみが出てきたら、揚げた肉と野菜を入れ絡めます。皿に盛り付けます。これで夏野菜の酢豚の完成です。カリッとした豚肉とジューシーな夏野菜、特にトマトは噛むと汁が溢れ出てきて最高に美味しいのでお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。